セラフィールド中央付近に見える煙突4本のうち、右端の太い煙突が1957年に火災事故を起こしたプルトニウム生産ドセラフィールドは、英国の原子力発電施設で現在稼働停止中。英国原子力廃止措置機関のもと、セラフィールド社が20120年完了を目標に、放射能汚染の調査や処理、建物の解体などを進めている。 大学やベンチャーを含む企業も参加して、こうした廃炉工程に必要な技術、機材の開発も行われている。英国カンブリア州にあり、アイリッシュ海に臨む。6平方キロメートルの敷地内に200以上の建物や冷却水池などが密集する。1948年に建設が始まり、原子力発電所の他にも、核兵器に使われるプルトニウム生産路を含めた、 核燃料再処理工場群が存在した。その創業開始から北欧にまで至る広域的な海洋汚染や幾度もの事故を背景とした周辺住民らへの深刻な健康被害などから論争を引き起こしてきた。セラフィールドはもともと軍事工場であり、第二次世界大戦においては TNT 爆弾などの砲弾を製造していた。日本への原子爆弾投下が行われた第二次。 世界大戦後、イギリスはアメリカ合衆国に続いて核武装を決意し、その拠点となった。1947年、核兵器に使われるプルトニウムを生産するため、ウィンズケール原子力研究所が着工された。近くにあるプレストン市のウラン処理工場、スプリングフィールズと名前が似ていることから、混乱を避けるために、セラフィールドではなくウィンズケールの名前を採用した。 こちらも、付近の村の名前に由来する。1954年、イギリス原子力公社が設立されるとともに、ウィンズケール原子力研究所より所有権が移動された。1956年10月17日、ウィンズケールに隣接するコールダーホール原子力発電所が、マグノックスロの方式で、商用発電を開始し、名称も、ウィンズケールコールダー研究所となった。 1957年10月10日、ウィンズケール火災事故が起きる。この事故は、世界初の原子炉重大事故となった。軍事用プルトニウムを生産する、ウィンズケール原子力工場の原子炉2基の炉心で、黒塩原則材の加熱により、火災が発生。16時間燃え続け、多量の放射性物質を外部に放出した。避難命令が出なかったため、 地元住民は一生許容線量の10倍の放射線を受け、数十人がその後、白血病で死亡した。現在のところ、白血病発生率は全国平均の3倍である。当時のマクミラン政権が極秘にしていたが30年後に公開された。なお、現在でも危険な状態にあり、原子炉2機のうち1機は煙突の解体が遅れている状態にある。 二万キュリーの要素131が工場周辺500平方キロメートルを汚染した。また、水蒸気爆発の恐れから注水に手間取った。1971年、核兵器の研究及び生産拠点としての創業終了に伴い、新たに設立された英国核燃料公社に生産部門が吸収統合され、ウィンズケールの施設の大半が、 BNFL の管理下となった。1973年、B205 棟での再処理のための全処理を担当していた B204 棟で大規模漏え事故が発生。31名の労働者を被爆させて閉鎖となる。1981年、ウィンズケールコールダー研究所は施設の再編成に伴い、セラフィールドと改名した。2003年、施設自体が 老朽化していたこと、また、英国内における電力自由化などの影響で採算が取れなくなっていたことも重なり、閉鎖が決定となる。2007年9月29日、コールダーホール原子力発電所の4つの冷却塔が爆破解体された。施設の廃止決定後も、管理や解体作業のためセラフィールドでは約1万1000人が働いており、英国政府は 年間およそ20億ポンドを拠出している。セラフィールドは当初より使用済み核燃料の再処理工場も多く保有していた。再処理が施されることにより、例えば日本の高速増殖モ文字などに利用されるモックス燃料の製造にプルトニウムを用いることができる。他にもガンマ戦勝者用の宣言としてセシウム137の抽出を行うなど、 各分裂性生物を再利用するための努力も行われてきた。日本の原子力政策との関わりも深く、20世紀後半頃からは再処理する受入れ使用済み核燃料の全収容量の4分の1近くが日本の原子力発電所からのものに想定されていた。2010年からは中部電力との独占契約状態にあった。中部電力の管理下にある 静岡県の浜岡原子力発電所が2011年以降は運転を停止していることに伴い存続の危機が指摘されていた。ありがとうございます。